本日登場する舞姫はかつてのクジャクの国の王女。何？白の女王の妹君だと？クジャクの国は古くから色欲の神と婚姻を結び繁栄を維持してきました。ですが白の女王が神宮へと継いだ後、神を惑わして国家に反旗を翻し、未だに帰っては来ません。まさに災いのもとだよ。きっと色欲の神が約束を保護にしたのだ。姉様は優しい人よ。決してそんなことはしない。姉様、どうしてみんなは私と遊んでくれないの？なあ、見ろよ、あのヘンテコなオーバネ。ゲボンキーだよ。あっち行けよ。あれこそできない怪物め。私本当にお化けなの？セイ、泣かないで。あなたはいつか最も美しいクジャクになるのですから。はい、私の羽で編んだ羽衣よ、着てみて。白の女王が色欲の神を操りクジャクの国を攻撃させた。その償いとしてお前は庶民になり、お前の侍女たちも奴隷になる。長老、どうかお許しを。舞姫を集めましょう。あなた様の名で色欲の神に舞を捧げれば、神様がもう一度クジャクの国を守ってくださるに違いありません。ならばもう一度だけ機会をやろう。鍛錬の成果を楽しみにしているぞ。これより聖の王女が舞姫たちを率い、長老の皆様に舞を捧げます。どうぞ。目が毒矢だ。逃げなさい。鳥かごから放たれたのは美しい鳥とは限らない猛毒を持つ猛禽かもしれないのよ。この時から私はもうただの聖ではなく、茨に咲くバラ、クジャク明王になるわ。全てをかけて色欲の神から国の栄光と姉様を取り戻してみせる。